カバーナデベルガンティーニョスは、スペイン、ガリシア州、アコルニア県の自治体で、コマルカデベルガンティーニョスに属す。ガリシア統計局によると、2011年の人口は4865人で、ある。住民故障は、キャベインズ、エサ、または、バーニュタナン。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.65%。カバーナデベルガンティーニョスは、 コルーニャ県の北西部に位置し、コマルカでベルガンティーニョスに属する。隣接する自治体は、北がポンテセソ、東がコリスタンコ、南がサスで、西がラシェで、北西部はリアでコルメーラシェに面している。自治体中心地区は、セスージャス教区のアカルバージャ地区。カバーナでベルガンティーニョスは、コマルカでベルガンティーニョスの最も西、コスタダモルテ地域の中央部に位置する。 カバーナデベルガンティーニオスはカルバージョ司法管轄区に属す。住民は10の教区の144の集落に居住する。自治体市長はガリシア国民党のホセムイーニョドミンゲス。自治体評議員はガリシア国民党旧ガリシア社会党にとなっている。カバーナデベルガンティーニオスは10の教区に分けられている。太字は自治体の中心教区。ありがとうございます。